クライダーは、ホンダ技研工業の中国現地合弁会社である、後期ホンダ技社が製造、販売する小型セダンである。2013年4月20日に上海モーターショーにて発表され、同年6月26日より中国で販売を開始した。クライダーは2012年の北京モーターショーに出展されたコンセプト C の量産車に相当する車種であり、中国市場向けに 中国人スタッフが主体となって開発が行われた。後期、ホンダのラインナップにおいて、シティとアコードの間を埋める車種である。外観は竜をモチーフにデザインされている。シティより全長が 210mm 長く、全高も 1500mm 長と高めに取られており、広い室内空間と588リットルのトランクスペースを得ている。 エンジンは1.8リットル R18A 型直列、4気筒載チェシー16バルブガソリンエンジンで最高出力102キロワット、6500rpm、最大トルク 172nm、4300rpm を発揮する。国法及び軽部自動車排出ガス規制をクリアしている。トランスミッションは5速 MT または5速 AT で燃費は MT 車は6.5リットル100キロメートル AT 車は6.7リットル100キロメートルとなる2018年9月28日に後期ホンダ技車の公式サイトにて2代目が発表された外観はキープコンセプトだがリアクオーターウィンドウが追加されたサイドビューは先代と比べてスポーティーになったボディカラーは全6種類内装の特徴は 後席アームレストにテーブルが装備されている点で使用すると後席足元の上に橋を架けるような格好でセンターコンソールと繋がる。前後グレード体系で上位2グレードには安全運転支援システム、ホンダセンシングが標準装備となる。ボディ剛性は仙台比でフロント60%リア40%ずつ高められており、これは中国の自動車安全テスト、 新キャプの最高評価に相当する。また、最上級グレードには車載通信モジュール、ホンダコネクトが標準装備される。二代目クライダーがベースの兄弟車のインビックスが東風ホンダから販売されている。杭州モーターショー2018においてコンセプトモデルが公開され、2019年上半期に中国市場で発売すると発表された。基本スペックは、 クライダーと同一だが、グレード構成や、ボディカラーなどが異なる。フロントマスクや、リアコンビランプは専用デザインで、他の東風ホンダ車と共通性を持たせている。前後グレード体系で、ホンダセンシングは最上級グレードにのみ設定される。社名は、クライテリアとドリームを組み合わせた造語である。当車種と同じく、式とアコードの中間に位置するシビックは、東風ホンダ義車が製造。 販売を行っている。ホンダの新価値 m p v コンセプトモデルコンセプト M を2013年上海モーターショーで世界初公開。ホンダ技研工業。2015年1月14日閲覧。中国市場向け中国開発モデルクライダーを発売。ホンダ技研工業。2015年1月14日閲覧。AB 後期ホンダ新一台市の下派。 起乗し、後期ホンダ議社、2020年4月18日閲覧。ホンダが、新型セダン、インビックス、2019年上半期市販へ、公衆モーターショー2018、リスポーンス、2020年4月19日閲覧。ありがとうございます。